の本機関として活動しています。日本フットサルリーグ日本最高峰のフットサルのリーグに所属しています。エースの松田と申します。今日第2回目のマッチリーグですね。第1回目と第2回目と、担当させていただきますが、今日は本当にお疲れ様です。まず初めですね、今日ご一緒に参加をさせていただきました、選手たちのご紹介をさせていただければと思います。特に僕2人はですね、この、4月に、カウト式の立ち上げチームからロープに上がりまして、これからの、チームとして松田を担う、有望な将来有望な選手なので、ぜひ、覚えてありがとうございます。はい、
あのサッカーは皆さん見たことあると思うんですが、フットサルは体育館の中でやってまして、コートも選手の人数もサッカーよりも小さい、少ない、こういう技術にすごい特化した選手が多いスポーツで、まあ、実際今みたいなリフティングというあのものはですね、試合中なかなかないんですが、あの選手の、高い、プレーが実際に見えるスポーツなので、ぜひあの皆様一度お時間あるときにですね、私たち町田市立総合体育館、大臣である総合体育館であのホームゲームをやっていただきますので、ぜひあの足を運んでいただいて、あの少しでもこの町田を、日本全国にまた世界に発信していけるようにですね、私たち活動していますので、ぜひ応援していただければと思います。で、あの一度だけ、来月6月の8日日曜日ですね、あの私のフェスタドラマスの、今シーズン一番初めのホームゲーム、プレシーズンマッチを、ダンスの総合体育館で、開催いたします。で、あのこの日ですね、実はあのテレビ屋さんのホームゲームでもあるので、ぜひあの町田のフットボールのファミリーとしてですね、テレビ屋さんと共に、町田を会場にですね、ところを通して、皆さんと一緒に町田を盛り上げていければというふうに思ってますので、ぜひそちらの方にも、ご興味ある方は皆さん足を運んでいただければと思います。僕はあの第3回第4回も引き続きですね、この町づくり参加をさせていただいて、皆様と一緒に町田をですね、きれいにしていきたいと思っていますので、引き続き、町田ドラマ町田、またこの町づくりをぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。